ごつごえがかれた当時の水平服を着たイメージがジャンヌ・バレは1768年のルイアントワーヌード・ブーガンビルの世界一周探検公海に男性と偽って乗船したフランスの女性である。世界一周公開をした最初の女性とされる。ブルゴーニュ地域圏のラコメルでヒアトイ労働者の娘に生まれた。生涯についての記録は少なく、 女性であったことが露見した後のブーガンビルへの証言では、孤児で、訴訟で財産を失ったとされるが、バレを乗船させることに協力したフィリベール・コメルソンをかばうための作り話であった、可能性もある。文網でなく、ある程度の教育を受けていたと考えられることから、電気作家の一人、グリニス・リドリーは、 彼女の出自はより階級の高いユグノー教徒を母親に持つと推定している。ジョンズンモレも地方の牧師から教育を受けたとしている。コメルソンが結婚した1760年から1764年の間の5日からラコメルに近いトゥーロンシュールローにあるコメルソンの家の女中に雇われた。コメルソンの妻は1762年の出産で没した。 コメルソンの妻の死の後、バレが家事を仕切ったと考えられる。1764年にバレは、婚外死を設けたが、父親がコメルソンであった可能性は、極めて高いとされている。コメルソンがパリに移った時にバレも同行し、助中を続けた。1764年に生まれた子供は養母に、預けられたが1765年に死亡した。フランス科学アカデミーから、 コメルソンがブーガンビルの世界一周探検公会の博物学者に認じられると健康に不安にあった。コメルソンは看護人及び身の回りの面倒と採集した資料の整理の行う人間が必要だった。完備で従者を雇うことはできたが、女性の乗船は許されていなかったので、バレは断層して乗船することにして、知り合いであることを隠すため。 出発の寸前に雇われることにした。コメルソンはバレの乗船に加担することを隠す目的であったのか、バレにパリの住居の家具と一括払いの賃金を送る公的な書類を残した。1766年12月末にコメルソンとバレの乗ったエトワール号は出港し、博物学者のコメルソンは多くの調査用の機材を積み込んだので、船長は広い船室を コメルソンとその助手のために与えており、船長用のトイレを使うことができたので、他の船員に疑われることはなかった。赤道を越えて最初の気候地に達するまでは、植物学者に仕事はなかったので、バレは船酔いと足にできる海洋に悩まされた、コメルソンの看護を行い、モンテビデオで近くの植物を採集した。コメルソンの体力は弱っていたので、機材や標本の運搬は、 バレが言った。リオデジャネイロでは、船の牧師が上陸直後に殺されたので、コメルソンラは公式には船に残っていたが、後に、ブーゲンビリアと命名される植物の採集を行った。船は再びモンテビデオに戻り、マゼラン海峡を越えるための風待ちをする間に、パタゴニアの植物採集を行い、バレは、肉体労働だけでなく採集した植物の整理の仕事も行った。 船は太平洋に入り、バレが女性であることが露見することになったが、その行き冊も記録を残した人物によって様々で、あるが、ブーガンビルの記録によれば、女性であるという噂は、早い時期からあったが、タヒチに上陸した後、原住民に囲まれ、船に戻らなければならなくなった時にはっきりしたとされる。食料の不足のため、オランダ領インドネシアで補給した後、 モーリシャスで停泊した時、コメルソンの知り合いで植物学者のピエール・ポワブルが植民地の監督官をしており、コメルソンとバレはポワブルの客として残ることになった。ブーガンビルも女性を船に乗せている状態が解消されるのを歓迎した。モーリシャスでもコメルソンの看護と世話を行い、マダガスカル・ブルボン島の採取旅行にも参加した。 コメルソンは1773年に病死した。ポワブルはパリに帰っており、バレは居酒屋で働いて暮らしを立てた。1774年5月17日に帰国途中のフランス陸軍の歌手官、ジャン・ドゥベルナと結婚し、1775年頃にフランスに戻った。これによりバレはブーガンビルの本体から6年遅れて、最初に世界一周をした女性となった。 1776年4月にコメルソンの遺言の遺産を受け取り、その資金で夫の故郷で鍛冶屋を開き暮らした。1785年からブーガンビルの世界一集合会でコメルソンを助けて働いた功績に対して年200ルーブルの年金が与えられることになった。1807年に67歳で没した。ありがとうございます。